ウェザーニューズウェザーニューズのサポーター参加型企画、花粉プロジェクト花粉プロジェクトとは、株式会社ウェザーニューズの提供するサポーター、参加型企画の一つである。花粉シーズンとなる2月上旬から5月上旬を、コアシーズンとして、全国1000カ所の参加者の自宅等に、ポールンロボと呼ばれる独自開発の花粉自動観測機を設置し、花粉飛散量などを調査、測定する企画である。 花粉飛散量に加え、ダスト、気温、湿度、気圧も測定している。観測されたデータは、インターネットを介して1分間ごとに、自動送信される。ポールンロボから集められた各地の情報は、自社の特設サイトや、テレビ朝日の地上デジタルデータ放送で、参加者、有料会員に限らず、一般向けに公開されているほか、観測データを分析した上で、 花粉対策メールの配信に活用されている。2008年シーズンからは、花粉シーズン終了後もそのまま設置して、気象観測網として機能しており、台風接近時には、内蔵の気圧計のデータを用いて、台風の進路を詳細に解析していた。なお、花粉プロジェクトに参加して、ポールンロボを設置するためには、ウェザーニューズの有料会員となる必要がある。 ポールンロボ6号一式ポールンロボ5号ポールンロボとは2005年シーズンからこのプロジェクトで使用するためにウェザーニューズが独自に開発した花粉観測機であるポールンロボはシーズンごとに改良を重ねており2016年シーズンに使用されたものはポールンロボ7号である基本的にポールンロボはインターネット回線に接続されているルーターまたはハブに接続するだけで 自動的に観測データをウェザーニューズへ送信するようになっている。このため、設置が完了した時点で、自動的に観測が開始される。装置は前述のように、ポールンロボ本体、コネクションボックス、AC アダプターより構成される。ポールンロボの設置場所は、風通しが良く、雨がしのげる場所、ポールンロボを固定できる、少し高めの場所、屋内へ、 ランケーブルを引き込める場所に限られる。風に揺れて壁にぶつかる恐れがあるため、70センチメートル以上壁から離して設置する。また、ストラップがずれて場所が移動することがあるので動かないように固定する必要がある。電源を投入するとポールンロボの目が緑色に点灯する。1分後、目が白色に点灯すれば設置完了である。 この際、緑色に点滅や、紫色に点滅した場合は、ネットワーク以上である。本校の出展はによった、放送局におけるポールンロボの設置には、ウェザーニューズからの依頼によるものと、放送局が独自で行っているものがある。また、ポールンロボの観測情報を天気予報内で紹介するつぼねもある。しかし、 そもそも気象庁による気象データの公式な定義は存在せず、また以下のことからウェザーニューズによる上記の説明は虚偽であり、ポールンロボによる気象観測の成果の発表は形式的には気象業務法に違反するものとなっていた。他の情報の参考情報とする等の定罪をとっても発表としての性質は失われない。ウェザーニューズ自身がポールンロボの設置条件として 風通しの良さ、すなわち外気との連続性を求めていることと矛盾する。気象業務法の構成上、検定に合格していない、または合格し得ない、気象速器を用いる場合であっても、観測及び、発表は成立する。ありがとうございます。